太田光、M-1 さやかの、ミセさんネタ、もし俺があれを演じていたら取れていたに、霜降り明星は、お笑いコンビ、爆笑問題の太田光、58、が、3日放送のテレビ朝日、芸人心配ニュース、51.15 に出演。漫才日本一を決める、M-1 グランプリ2023について語った。太田は、すごかったね。特に最後の3組は本当にすごかったと、令和ロマン、ヤーレンズ、さやかを評価した。続けて、ヤーレンズと令和ロマンは、人によっては変わるよねと僅差であると語った。でも俺はさやかに期待していたと明かした。さやかが、最終決戦で披露した、ミセさんのネタについて、本当に1ミリずれたら大爆発するネタだったとし、もし俺があれを演じていたら取れていたと続けた。これに、相方の田中裕二は即座に、なんでだよ、と突っ込み、霜降り明星せいやは、太田さんがやったら、多分もう2段階滑ってるでしょと話し、スタジオを笑いに包んだ。太田は、さやかのネタについて、ああいうのよくあるんだよなと熱弁。ちょっとシュールな世界。ああいうのって本当に、最初の入りでコンマ何秒の違いなんだよなと漫才の難しさを語った。